トップチームのホームスタジアム、日立柏サッカー場。アカデミー所属選手は、敷地内にある日立が足は総合グラウンドでトレーニングを行うほか、スタジアムで公式戦を行うこともある。柏レイソルのアカデミーは、J リーグ柏レイソルが運営するサッカー選手、育成組織である。柏レイソルは、サッカー選手の育成において、日本で最も長い歴史を持つクラブの一つで、 前身の日立製作所サッカー部時代の1969年に全国で初めて日本サッカー協会公認のサッカースクールを開催している。1986年4月、育成組織の起源となる日立サッカースクール柏が開校。1993年の J リーグ発足後は柏レーソルユースと名称を改め、年々その規模を拡大させていき、 育成部門全体を包括するカシレイソル・アカデミーへと発展を遂げた。アカデミー発足当初は各カテゴリーの指導者が各自の方針で育成を行っていたが、2003年に U-15 コーチに就任した吉田ダルマを中心にアカデミー全体のプレイモデルがまとめられ、全カテゴリーの選手が一貫したコンセプトのもとでプレーする環境が整えられた。 吉田の思考するボールポゼッションを重視したサッカーは、当時の育成現場においては異端とされるスタイルだったが、その後 FC、バルセロナやスペイン代表の流星に伴い全国的に波及していった。酒井直樹、明神、友和、近藤直也、酒井宏樹、工藤宗人といった日本代表経験者をはじめ、アカデミーからは毎年多くのプロサッカー選手が輩出され、吉田が トップチームの監督に就任した2015年以降はトップチーム所属選手の約半数をアカデミー出身者が占めている。U-18、U-15、U-12 のカテゴリーからなるアカデミー本体のほか、ホームタウンエリアの12クラブと提携し、柏レイソル・アライアンスグループとして育成理念や情報の共有を行っている。2015年には 日体大柏高校と総合支援契約を結び、指導者の派遣や U-18 に昇格できなかった選手たちの受け入れをスタートさせた。柏レイソルアカデミーでは、将来、レイソルの軸となる選手の育成、世界で活躍できる選手の育成、サッカー界で活躍できる選手の育成、社会に貢献できる人間の育成という4つの理念を掲げている。 11人制でプレーする場合は、基本的に中盤の底にアンカーを置いた4から1から4から1のフォーメーションを用いて、ゴールキーパーからショートパスをつないで攻撃を組み立てるポゼッションフットボールを試行する。日々のトレーニングにおいても、パス、トラップ等の基本技術やボールを受ける予備動作は重視され、アカデミー出身者にはテクニック面に優れた選手が多く見られる。 アカデミーの所属選手はトップチームと同じ日たちがしは総合グラウンドでトレーニングを行うためカテゴリーをまたいだ交流や練習参加が盛んに行われナイター設備やトレーニングルーム、ロッカールーム、シャワールーム等の施設が完備されている2005年頃からスポーツ栄養学に基づいた職域にも取り組んでおりトレーニング終了後は トップチームの選手と同様に敷地内の食堂、ピアノで食事をとることになっている。柏から世界へのスローガンの元クラブ全体で国際志向を掲げ、各カテゴリーで積極的な海外遠征を実施している。ビジャレアル国際ユーストーナメント、ダラスカップ、コパ・サンパウロジフチボージュニオールといった国際大会に招待チームとして参加し、育成年代から 世界各国のビッグクラブと対戦する機会を設けている。2015年7月には前年のあるアインインターナショナルチャンピオンシップで MVP に選出された U-18 所属の伊藤達也が同大会で対戦したドイツブンデスリーガのハンブルガー SV に移籍した。その他にもイブスキヨウシ、杉田裕希なりなどがアカデミー卒業後に日本国外のクラブで プロデビューを果たしている。2003年の JFA プリンスリーグ U-18、創設後の成績2011年から、ホームタウンエリアの千葉県松戸市に本社を構える、マブチモーター株式会社とスポンサー契約を結び、各カテゴリーの選手が、公式戦で着用するユニフォームにロゴを掲出している。ありがとうございます。